こんにちは、牧師がボソボソ話すパスターズ Vlog です。ちょっといつもとなんかこう映り方とか雰囲気違いますよね。これは、iPad 間違えた iPhone 12 Pro Max の Filmic Pro というアプリを Filmic Remote というやつでリモートしながらやるっていうことをやってるんですけども、まあ無視してくださって結構です。今日も私いつもですね物議を醸すタイプの牧師かもしれないですけど、今日も物議を醸すようなことを話します。今日のテーマはですねプロテスタント牧師なんですけど、私牧師のくせにお金使いすぎ疑惑について話します。いや私の Vlog とかブログとか見てる方はですね、一体どんだけ機材買うんだと思ってる方あるかもしれません。巷でですね動画編集作成されてる方のですね買い物に比べれば可愛いものかもしれませんが、しかし、キリスト教の教会において牧師というものにおいては製品っていうのがですね王道なので、そこから見るとですね、なんという散財系牧師なんだというふうに、思われる方はあるかもしれません。そうなんです、今年めっちゃお金使ってます。でなんでそうなったのかっていうこととか、どういうつもりなんだっていうことをですね、ちょっとこう分かっちゃいたいなと思います。そもそもコロナが発端でした。新型の感染症がこの日本に来たっていう時にですね考えたことはですね、これはもう必ず礼拝のライブ配信をしなくちゃいけないんだなということを思いました。ちょうどしたいなと思ったので、じゃあこれを機会に一気に進めようということになり、そのためには機材がいろいろいりますね。今あるものっていうことから、ほぼゼロだったんですけれども、知り合いの方でそういうの詳しい方に聞いたりしてですね、こういうカメラ買ったらいいよとか、こういうふうにセッティングしたらいいよとかっていうアドバイスをいただいて、ちょっとしたお金を教会に出してもらってですね、こういう一番シンプルな形で配信を始めました。そうやってやっていく中で、この細々した必要いろいろあるなと、という中で、一気になんかこういろいろ便利にしたいなとするべきだなと思ってですね、思い切ってですね iPad Pro を買おうと、そこから始まりました。これがあればですね、モニタリングにしてみてもいざという時のカメラとかですね、ライブ配信とかのいろんなことに使えると、ということで、これでも、教会に買ってもらわなきゃいかないなと思ったので、自分で買うのも勇気がいったので、なんとですねおねだりしたんですね。ネットで、買いたいんだけどお金くださいってですね、おねだりしてみました。すると、全額集まったんですね。いろんな方たちがですねペイペイとか振り込みとかペイパルとか手渡しとかして、結構面白がってですね、やれやれみたいな感じで1枚乗るよみたいな感じで乗ってくださって iPad Pro を手にしました。もう本当に自己負担ゼロだったので、なんか悪いななんて思ったりして、それで今度はですね iPad Pro で使うための動画編集とかそういう画像編集とかのさまざまなソフトは自分で買いました。で素晴らしいのはですね、パソコンで買うとですね、数万円するソフトが、iOS、iPad とかのアプリになるとですね、数千、10分の1ぐらいの価格でですね、買えちゃうんですよ。何千円かのアプリを見て安いと思うあたりがすでにですね、もうおかしいのかもしれませんけれども、これすごいじゃないかと、このハードさえ買ってしまえば、ソフトはこんなに安く高機能ものが使えるんだということで、ホクホクしながら買いました。使い方は全くわからないですよ。ですからゼロから勉強して、その使い方を学習していったわけです。そうやって礼拝配信も始まり、滞りなく進み、ある程度ですね皆さんの評判も良かったわけです。でこれはもう完全にですね、皆さんが緊急事態宣言が出てしまって教会に来れなくなったとしても安定して配信できるなと思ったんですけども、で実際にそういう期間もありましたよね。5月ぐらいとか、そういう中でこのコロナの感染は長期化するなということが見通しが立ち、さらにライブ配信ってすごく有用性があるなということにも気づき、だったらということで安定性とあとはクオリティの向上とそして省力化、この奉仕する人たちが慌てずに済むようなそういうシステムが必要だと、
いう中で、めちゃくちゃ思い切ってですね、シネマカメラとレンズを買いました。これはブラックマジックデザインのシステムにのっとって、ブラックマジックデザインのシネマカメラ BMPCC4K という、プロも使うようなカメラに、レンズももうそれにぴったり合う、とても手ブレ補正の効いてズームもできてっていう、紙レンズとか悪魔のレンズとかと言われるような、オリンパスの 12mm から 100mm の F4 固定というレンズを買いました。これはもう教会には買って絶対言えない額だったんで、もう中古の車買えちゃうんで、これはもう自分で買いました。でもし私が個人の趣味で買おうとは絶対に手を出さない世界です。私実は写真部だったんですけど、写真部時代にもこんなレンズは買わないだろうなっていう、そういう、高級レンズです。それを教会のために、配信のために買ったわけです。でそこで何が起こったかと言いますと、2つのですね、新しい方向性が出てきたわけですね。1つは動画作成です。4K でこの10ビットだったかな、でローの動画が撮れるっていうシネマカメラで、これ買うとですね、ダヴィンチリゾルブっていうですね、プロ用の編集ソフトがついてくるんですね。っていうことで、これもう動画の作成できるじゃないかと。でちょうど 4K モニターはですねあったんで、できるじゃんということが一つですね。ですからハイクオリティな、技術はないんですけど、技術さえあればハイクオリティな動画を業界初で世の中に対して出せるということが一つ。もう一個はですね、写真ですね。もともと写真は好きだったんですけれども、もうこれから続けられないと思ったので全部手放したんですけれども、こんなレンズ手にしたことないぞっていうレンズを手に入れて、だったら写真も始めようということで、中古のこれ安いボディを探してきて、カメラを探してきて、オリンパスのですね、EM1 っていうですね、古いけどまだまだ使えるカメラを買いました。でプラス単焦点のレンズも、標準のレンズを買いました。でこれで何が起こったかというと、この写真と映像っていうことがある程度の水準でできるだけ この機材が揃っていくと。でだんだんやってるうちにですね、ソフトの使い方も分かってくるし、昔の感も戻ってくるしみたいな、そういう中に今いるわけです。でさらにですね、動画作成する上ではやっぱりハードディスクがないと保存が、高画質のものを保存できないので、 10TB の外付きのハードディスクを買ったり、さらにはですね、 iPhone の 12 Pro が出たわけ でこれはもうその動画の撮影に関してはですね、飛躍的に向上する、そういう手元のたった1枚でですね、持ち歩きができると。もちろんそのシネマカメラにはかなわないけれども、でもその別のですね、効率性とかですね、携帯性に関しては本当に素晴らしい機械が出たので、買っちゃいましょうと、プロの方に、プロマックスの方にですね、手を出して早速予約日に購入し、そしてですね、一番のネックはですね、シネマカメラで撮ったローのものとかの、カラーグレーディングって色調整をしたりして、書き出しをするときに、最終的な編集は iPad Pro でですね、とてもスピーディーにできるんですけど、パソコン側の作業ですごい時間がかかったわけです。でここで、Apple はですね、 M1 チップっていう、もう革新的な、本当にパソコンの歴史を少し変えちゃうような、そういう、チップをの搭載した Mac のですね、機械を出したわけですよ。で、何十万円かけなくちゃいけないような、そういうシステムが、十何万円のコンピューターでできちゃうっていうことなので、これはいいなということで Mac mini ですね、早速今予約をしているところです。もう聞いてる方はですね、ちょっと気分が悪くなった人もいるかもしれませんっていう、そうやって、トントントンとですね、時代とともに、どんどんですね、かつてもう絶対いけないと思ってたハードルのところに、簡単に、ある程度簡単に手が届くというところにあって、システムが本当に揃うと。でこれでもういろんな課題なく、ストレスなく、やりたいことが、技術さえあれば、勉強さえすればできちゃうっていうところに今来ています。開かれた道をトントンと歩いてきたら、ここまで来ちゃったっていう1年です。で
最初に戻りますが、そのお金使いすぎ疑惑なんですが、いくら使ったんだと、斉藤お前今年いくら使ったんだよ言ってみろ、奥さんの泉さんもですね、結局いくら使ったのっていうわけですけども、多分ですね100万円近いぐらいですね、出してると思います自分で。それで教会でお願いして買ってもらった、最初の頃に買ってもらったカメラとかですね、そういう配信用の ATEM のスイッチャーとか、ライブシェルプロっていう配信機とかが多分小物も入れて10何万円ぐらいだと思うんですよね。でこの教会で買っていただいた機材と自分で買った機材とで、もう礼拝の配信というとか、動画作成とかもう何でもできちゃうと、そこにまた写真の画像も組み合わせたりすることができるっていうことです。でここでここまで聞いてくださった方ですね、この疑問を持つ方あると思うんですね、プロテスタントの牧師って貧しいはずなのにだと、なんでそんなことができたんだと、なんでそんなお金があったの、それはですね、答えはですね、わからないです、わかりません。私あんまり金銭管理してないので、スマホの中にですね、銀行のそういうアプリ入れてるんですよ。で残高こんだけあるな、買えるじゃん買っとこうポチみたいな感じで、買えるじゃんポチですからね、こんなことやってたらなぜかですね、そんなに減らずにここまで来たと、こんだけやったら減るだろうみたいな感じ、ゼロになるだろうという勢いでですね、手が震えながらですね、神様行っちゃいますよって、でしばらくしてみたらですね、あれあんまり減ってないなということなんですね。収入が多いのかって言ったらね、多分そうじゃないと思います。前の教会からこっちに来る時に何十万円ぐらいか減るはずだったんで、以前の教会でちゃんと生活させていただいたけど、まあ、大体トントンで生活したんで、貯金ができるかできないかぐらいだったんで、こっちに来たらですね、もうお米が食べられないはずだったんですけれども、なぜかそんな感じですね、伝道のためにはいくらでも買い物ができるというしゃってるという状態です。理由1番、奥さんがめちゃくちゃ節約している、と思います。スーパー行くのですね、こっちのはちょっと安いとかね、なんとかポイントが今日は多いとかですね、節約してくれてる。2番、信徒さんからの差し入れが多い、食卓にですね、あれこれももらったもの、これもいただいたものっていうですね、美味しいものがですね、いろいろといただき物が並ばない日はないんですね。ある時なんかですね、全部いただいたものだっていう日もあったりします。そういう意味でですね、かなり食費がですね、差し入れで、セーブされてる。でもね、3番、多分これが怪しいんですけども、神様が銀行をハッキングしてなんかね、操作してる、そうとしか思えないんですね。私の銀行の口座の残高ってほとんどないんですよ。多分ですね、生命保険も入ってませんから、がんになったら路頭に迷うだろうと思います。でも思うんですね、ちょっとまとまったお金あるんだったら、もう伝道のために設備投資した方がいいと思うんです。使わないお金を取っとくよりは使った方がいい、どうせ与えられるんだからって、そういう発想です。でも今年の後半はこれだけ買ってもなくならないのかと、神様じゃこれはどうですかっていうですね、なんかねちょっとドキドキしてながら神様とやり取りしてるような気持ちで、ポチポチと押したことでした。半分ですね、冗談みたいに言いましたが、これらの行動というか中にはやっぱり今までクリスチャンとして生きてきた中で学んだこと、そして受け止めてきた御言葉があります。一つはですね、神の国を第一に求めなさい、そうすればそれに加えて全ては与えられる。本当に神様のためだったら、神様の働きをする中に加えていただくっていうダメだったら、もう何でも大きな決断をしていいと、あとは結果がついてくる、生きていけるためのお米を与えられるっていう、それを学んできました。でもう一つは、あなたの口を大きく開けよう、私はそれを満たそうという言葉を若い時から思っています。神様に期待して、これが欲しいです、これが必要です。大きな口を開けて待っていれば神様を満たしてください。ですから機材を買う時にはできるだけ一番いいものを買う、一番可能性があるもの、長く使えそうなものを買うと。で結果的にはそっちの方が経済的なんですよね。長く使えて高機能で続ければ
何がいいかっていうとですね、特に電子機器に関しては機能の高いものを買うと時間はセーブされるんですね。例えば動画の書き出しに1時間取られたと、そのせいでパソコンが1時間使えないって、その1時間っていうものを他のことが生み出せるための時間にいっぱい使えるわけですね。そう考えると本当に結果的にはちゃんとした投資をするという設備投資をすることによって、やっぱりこの働きの中の中で疲れにくくなるとか、その時間を得ることができるということ、そういうこともですね、あります。ですから神様のためだなと、そして心に確信と平安があるならばガンガン行こうというふうに思って今年も歩んできました。来年どうか分かりません。ひょっとしたら突然ですね、今度は節約モードになって製品こそとかですねなるかもしれません。それはそれでいいと思います。パウロは言いました。私は豊かさの道も貧しさの道も知っている。私は私を強くしてくださる方によって何でもできる。今年はそういう年でした。来年は分かんない、そうやって今日という日を神様と共に生きていけることがすごく嬉しいです。ということで、この牧師お金使いすぎなんじゃないのっていうですね疑惑に関しては使いすぎてます。しかし満たされてます。そしてまたそれが今後どういうふうになっていくのか神様にもうあとお任せして、期待していきたいと思います。以上でした。あなたにキリストの祝福がありますように。